この濃姫という役がなんて言うんだろうな、その歴史上にも本当になんだろう残ってない部分が、謎が本当に多い部分なので、なんかどうにでもできるというか、その信長の妻として一番の理解者でっていうこの真の強さとかもあると思う、そういうかっこいい部分とかもあると思うので、そこをなんかね、一人の人間としてどちらも表現できたらいいなと。もうまた私にとっては新たな挑戦にもなりますし、その挑戦がすごく楽しみでもあるので、努力してみんなでいい作品を作っていきたいと思いますので、ぜひ皆さんお気をつけて劇場にお越しください。